一宮市立玉堂記念基礎川図書館は愛知県一宮市基礎川町にある公共図書館。2001年に羽栗郡基礎川町の基礎川町立図書館として開館し2004年に玉堂記念基礎川図書館に改称。2005年の合併を機に現在の名称に改称した4館ある一宮市立図書館の一つである日本画家の川愛極堂 極道先生生誕の地比はぐり群木曽川町は2005年まで愛知県の北生端にあった自治体であり、日本画家の河合極道の生誕地である。河合極道の7回期が行われた1963年5月、美術所有者や木曽川町議会、木曽川町教育委員会が協力し、木曽川、町外、割田の生化跡地に近い愛知県道沿いに生誕地比が混流された。 岐阜県加茂郡八尾町の木曽川で採取された自然石が用いられている。木曽川町には、増書数約2万冊の木曽川町中央公民館図書室があった。図書館の建設を求める住民の声を踏まえて、木曽川町は1996年に河合局道の聖火土地を取得。1997年4月には、図書館準備室を設置し、 1997年度から建設予算を計上して設計を進めた。1999年3月には図書館の概要がまとまり、玉道製カート地への建設が決定した。プロポーザル方式で設計業者を選定し、1999年6月30日に建設工事を着工2000年9月に、竣工2001年3月24日に、 竣工式を行った。この間の2000年8月には、木曽川町中央公民館図書室が閉出している。図書館の開館に伴って、生誕地費は図書館の南側玄関脇に移された。2001年4月に、鉄筋コンクリート造り3階建ての木曽川、町立図書館が開館した。総事業費は、約十二億千五百万円。川町時代の住所は、 愛知県羽栗郡木曽川町大和座外割電寺、西号中25番地。開館した2001年度時点の蔵書数は57,325冊であり、自動書が約1万3,000冊を占めていた。開館時から、市宮市、美西市の西の在住者に対する広域貸し出しを行っている。同年中には、木曽川町調整95周年記念事業として、 極道美術館所蔵、河合極道展、河合極道展記念講演会を開催している。2002年4月には西一町に稲沢市、祖父江町、平和町を加えた三市三町に対して広域貸し出しを拡大した。映画の上映会や作品展なども開催しており、2002年にはブックスタート事業を開始した。2004年には 東京都大梅市の玉堂美術館からの承諾を受けて、木曽川町立図書館から、玉堂記念木曽川図書館に改称した。2005年には、木曽川町と旧一宮市と美西市が合併して新一宮市が発足したため、玉堂記念木曽川図書館は、一宮市立玉堂記念木曽川図書館に改称した。2005年10月から11月には、 図書館や市宮市民などが所蔵する玉堂の日本画25点を紹介する展覧会を行った。25点の大半が未公開作品であり、玉堂唯一の自画像なども展示された。玉堂記念木曽川図書館は、河合玉堂の聖火跡地に建設されている。名鉄名古屋本線新木曽川駅から徒歩15分の場所にあり、市宮市巡観バス、木曽川、 国宝コース、玉堂記念木曽川図書館下車、または、名鉄バスイオンモール、木曽川行、外割電下車でもアクセス可能である。設計は、名古屋市の賃太を設計。建築面積は908平方メートル、延べ床面積は2414平方メートル。鉄筋コンクリート造り3階建てであるが、中央部の切り妻屋根、軒裏の化粧たるきなどに、 和風建築の要素を取り入れている。1階と2階は図書館フロアであり、3階に玉堂記念展示室や日本庭園などが設置されている。河合玉堂の息子である河合修司から家へと共に寄贈された。飛べ恋は市宮市立玉堂記念基礎川図書館に所蔵されている。ありがとうございます。